きますか。さて、始まりました。やったー。それそれそれ。ご視聴ありがとうございます。今日のテーマは嫌われてる？でも仲良くなりたい人へ。第5回伝え方の巻です。コミュニケーションなど悩んでる人へヒントになれば幸いです。上手な伝え方ってどうすればいいのかな？伝え方を意識すると人生が大きく変わってきます。小さな変化、希望が叶う回数の積み重ねが自信と幸せにつながるはずです。伝え方で大事なのは1、タイミング、2、相手のメリット、3、選択になります。タイミングは例えるならフィッシング、お魚釣りです。自分の都合で竿を上げても相当に運が良くなければお魚を釣ることは困難です。針についた餌にお魚がパクッとした時からが大事になります。例えば真っ赤な顔で怒りまくってる人にお願い事をしても断られますよね。逆ギレされる可能性も高いです。タイミングは自分の都合ではなく相手のタイミングに合わせるのです。2、相手のメリットに自分のメリットを便乗させる。小判ザメのように相手に身を任せるのです。3、脳を隠して選択肢を出す。イエスかノーの二択ではなく脳を隠して A か B を提案して相手に選んでもらいましょう。 A も B も自分にとってメリットがあればどちらでも成功ですよね。私はこの3ステップを小判ザメ作戦と呼ぶことにしました。では実際の場面に当てはめてみましょう。好きな人を食事に誘う場合、1、タイミングは相手の空腹時間を見計らって話を切り出します。2、相手のメリット、ここでは空腹をなんとか主体になります。便乗させるメリットは一緒に食事ができるに加え自分も食事ができるになります。3、ご飯食べに行きませんかではなくパスタか小籠包食べに行きませんかのようにどちらを選んでもいいような問いかけをします。では実際の場面に当てはめてみましょう。少しお腹が空いてこない？うん、少し。この近くに美味しいパスタの店と小籠包のお店があるんだけど行ったことある？そうなの？食べたことない。あるよ。この後どっちか寄ってみない？そうだね。どうでしょうか？ご飯食べに行きませんかより一緒にご飯を食べに来たくなるのが伝わりますか？思ったことをそのまま口に出すのを控えて小判ザメ作戦を意識してみてはどうでしょうか？普段から使わないと大事なところで使いそびれちゃいますよ。ご視聴ありがとうございます。ヒントになったらグッドボタンを。ありがとう。また会おうね。ねえ、コバンザメって大きい魚とかにくっついておこぼれもらっちゃう魚のことだよね。まあそうですけど、相手に合わせることが大切ということを伝えたかったので漁夫の利ということではないのです。ふーん、そうなんだ。